2時間40分フライト2時間40分です。怖かったです。めちゃ揺れました最後死ぬかと思ったマジで。横で手バタバタ取ってちょっと気になりました、ね、あ無事に着いたんでよかったです。暑すぎる。なんか30度ぐらい多分あるんで、ちょっと僕の格好じゃ暑すぎますね。一生現役お母さんお母さんすごいわこの後には9分で行きたいと思います。初めてメトロどんな感じで切符を買うかちょっと撮りたいと思います。 Are you like to go 9分 Yes, you need to go to the Taipei main station and catch the train. Okay, got it. To buy a car or ticket? Card.Two cards? Okay, two cards, 200. How much you want to load? I've had my premonitions. Next is No one, no one, じゃなかった No one, no one? No one, no one? でもなんか2文字ぐらいだったね。大体2文字か。16時3分電車に乗ってきます。着きました。ちょっと散策します。すごい、どっちに良い抜けれとりあえず道なりに今進んでます。こんな感じすごいスムーズです。多分伝わるかな。こんな感じ景色を楽しんだのでホテルに戻ります。結構疲労困憊です。
出て帰るか。爆走。顔の量ぐらいあるもんね。余裕であるね。やばい。こういう。怖い怖い。怪我する。怖くないこれ。何の意味があるの。あ、伝わる。2日目です。みんなから教えてもらったところに行きたいと思います。今から新麺地元に行きます。石門町です。服屋さんとかは14時とかそのくらいにならないと開かないみたいなので、一回街をちょっとブラブラして、わからん、わからん。417が何の数字なのか。1番ではあるけど。
shredding me like a knife in a world's only care. で映ってると思うんですけど、店回ってきまして、インビシブルも出てきました。なんかスニーカーとかもあったんですけど、日本のブランドのね服が多くて、ストリート系が好きな人は結構いいかもです。サロモンの人気のやつ XT6 とかの日本だと完売してるモデルとかはまだ売ってそうだったので、気になる方機会があれば行ってみてください。夜市に来ました。ちょっと待ってね、もうちょっとしたらそうなんですけど、もうね屋台がありますね。この夜市です。これネカ、ネカ夜市、夜市すごい細い細い広い道を細く扱ってるわをよりちょっとスパイシーにして中華風にした感じ。こっちはいろいろある系なの。食べ物がいい。あ、でもあっちは違うか、屋台か。です。こんな感じでおもちゃいっぱいあります。
こいつすぐタクるっす。タクりてぇ、人多いわ。台湾来てさっき帰るとき大体タクってます。この前の旅行もタクってたね。もういいけど今さら。もういいもういい。うまかった。めっちゃ美味しかった。死にたわ。よし、ありがとうございました。1000ちょっとです。結構距離ある割に安いです。確こいつ荷物多くね。2泊3日で荷物多くね。最終日です。でここが西門の駅なんですけど、ベンガの建物がありまして、16ホームっていう雑貨屋さん、アーティストの作品とかカバーとかお店があるので今から見たいと思います。建物めっちゃすごい。入り口はちょっとギフトショップみたいなカフェがありました。こっちが
ということで空港に着きました。2泊3日の台湾旅行でした。楽しかった？楽しかったです。またちょっと旅行に行ったらビログ上げたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。Bye.